ですよ、こんばんは。おむすび実況プレイ始めていきましょう。前回はですね、車に衝突し、なんかよくわからん人がいない世界に来たら、衝突事故で死んだよーって言ってた女の子と会ってセーブして終わりました。だからまたそのよくわからない世界を探索するところから始めていきましょう。スタート。さあ、いやー、でもね、こっからどうすればいいのか私一個もわかってないんだよね。ここ別に何もないでしょ。何もないね。めっちゃ回り道してる。でも、なんかあったら困るもんね。でも特に光ってるものとかもなさそうなので、とりあえずその女の子がいたところよりも奥に行ってみるか。あ、ちなみにこれ、ダウンロード版をちょっとやってます。前回ちょっとブラウザ版で音がね、ちょっとぐちゃぐちゃだったんで、ダウンロード版をインストールしてやってみたら、ここがね、すぐに、赤い橋に繋がっているわけじゃなくて、ここにちょっと長いこう道のりがありました。で、この子が、川崎さなえちゃん。合ってる？さなえちゃん、よし。ここにいる人たちみんなおしゃべりしてくれなかったから、お姉ちゃんがいてくれて嬉しいな。よかったね。うん、私もなんか、ちゃんと喋れる子がいて嬉しいよ。ってことで、じゃあ、こっち、この橋をね、渡っていきましょうかね。すごーい！なんか、よくできてんね、これ。え、進んだら、ちょっと、ジグザグしすぎなんですよ、この橋！はい。あ、いるね、人が。こいつは？石が積まれてる。え、ここ多分話しかけないと進まないんだろうな。あ、なんか落ちてる。まずこっちだ。手頃な石、あー！はいはいはい。じゃあ、この手頃な石を、さなえちゃんを一人にはしておけないな。オッケー。この手頃な石をさなえちゃんに持っていくのか。え、ここ話しかけた方がいいでござるかね。それとも一緒に並べばいいでござるかね。はい。おじいさん。おじいさん喋ってくださいよ。お、青年。おう、おばあさん。あら。みんなして最近の若いもんは、いや、若くないわ。さなえちゃん、どうもー。石、てっぺんに乗っける石持ってきたよ。さなえちゃん、この石はどうかな？ぴったりだよ。やったー、完成だー、イエーイ、おー、うん、はしゃぎ方すごいな。ありがとう、姉ちゃん。いえいえ、どういたしまして。お姉ちゃんのおかげで、私、ママとパパに、バイバイできるよ。怖いけど、私もう行かなきゃ。え？ありがとう、お姉ちゃん。あ？お、いなくなった。お。さなえちゃん、どういたしまして。そうだ、さなえちゃんが言ってた怖い人って一体。確かに、誰、ウィーン。さなえ。さなえって何？さなえ、逃がさない。え、逃がさないだった！逃がさない。え？わあ、ちょ、え？キモい！でかい！でかくてキモくて、目ん玉が穴が開いていて、なんかちょっと骨張っていて、でもちょっと裸けすぎじゃないですかね。逃がさない。いや！逃がさない、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 逃がさない！突然の BGM！ ダダン、ダダンだ。ちょっといいな。あ、怖さが半減。え、来ないで。え、逃げるの？どういうこと？おー、え、なに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 ？あ、透明になってる。
こんな追いかけ、え、今追いかけられてるの？え、追いかけられてる？見えないけど。え、助けて助けて、ね、助けてよ。ちょっとちょ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 、え？え？え、どうしたらいいの？どうしたらいいの？え、こっちに行けってこと？そういうことだよね。だってあっち逃げ場ないもんね。あー！近い近い近い！近いって！近いよ！近いって！ジュルル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 ！いやー！待って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 ！これちょっとカバディカバディカバディ、あー！やめてー！あー！あ、大丈夫なんだこれで。あ、なるほどなるほど。ちょっとライフが減るのね。なるほど。あー、左上の存在に全然気づかなかった。今もうめっちゃ喉ガラガラだ。ちょっと来ないでよ、来ないで来ないで。おお。あ、思ったよりも近い。あ、まだついてくんの？あ、さっき結構な距離離れたからもういいかと思ったよ。あ、おお。あ、なんだ、結構、あ、ちょっと引っかかると怖いね。引っかかるとだんだん近くなっていくからー。ちょっと油断ができない。ほい。ほい。よし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 。あ、やばい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 。嘘、ここ引っかかるなんて聞いてないよ。はい。ちょっとライフ1なんじゃないの？大丈夫？さっきのは、何？それに、ここどこ？いやあらあらあら。あー、泣いちゃってるね。でも顔色が悪いってどころの騒ぎじゃねえんだよな。怖い。どうしてこんなことになっちゃったの？うん。私、本当に死んじゃった。お母さん、お父さん。お家に帰りたいよ。泣くのも無理はないのでござる。何ですか？何か見つけましたか？ろうそく？ずっとありますよ。あ、なるほど。取り、あ、え、あ、消えた。ちょ、あ、あ、消えた。ちょ、あ、ちょ、え、な、あ、ちょ、あ、消えた。え、これ、あ、なんで鳥居がこんなところに。何か書いてある。変国？何変国って。ちょっとこれさ、通るたびにろうそく消えてくんだけど、そんな、あれ、あ、ちょっと待って、名前忘れちゃった。ひなこちゃん、ひなこちゃん、そんなに歩くのにこう風を起こしてるの？どんな風速で歩いてんだよ。変国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 、オラオラ消してやるぜ、全部消してやるぜ、全部通っちゃったぜ、全部鳥居くぐっちゃったぜ。いいの？全部ろうそく消してやった、オラ。一本道だったしな。お、なんじゃらほい。着物を着た娘。こんにちは、いつものお供え物です。え、そうですか？だって美味しいじゃないですか。おかげさまで今年も豊作で、村のみんなも喜んでいます。時神様のおかげだって。いつも村を見守ってくださりありがとうございます。私でよかったらまた持ってきますから、これからもずっとずっと見守っていてくださいね。うん。あれ？今の、夢？あ、そうだ、私、車に轢かれて、それで、さっきの川は、三途の川？変国って鳥居に書いてあったけど、どういう意味なんだろう。とにかく、早くここから帰る方法を見つけなきゃ。なるほど。で、ここに祠があるから、セーブができるんですね。祠がかすかに光ってるな。あ、触れると暖かく、怪我が元通りに消えた。よかった。危なかったよ。あと一回当たってたら死んでたよ。じゃあ、ファイル3にセーブしましょうかね。
で、ここは一体、うわー不用意に近づいてはいけないということですね。いや、これ、ちょっと、ひなこちゃん、反応してよこんなことあったら何かしら喋るだろう。おいおいおい。ちょっと、これはいつでもセーブができるよね。よし。では、いざ、戦場へ。うわ、キモーい。何？宴会してる？何この影。とにかく気づかれないようにしなきゃ。じゃあ、もう、気づかれ、気づかれた気づかれた助けて、はい。足音。はい。何？逃げればいいの？足音がだんだん近づいてくる。早くどこかに隠れなきゃ。どこに？どこに？なんか、この辺？ここに隠れるのは難しそう。もうちょっとダイエットしとけばよかった。もう！こんなぽっちゃりがあだとなるなんて。ぽっちゃりがあだとなるなんて、ここ。見つかっちゃうかもしれないし、この部屋で。わあ！お味はいかがでしたでしょうか？ゲームオーバー。どこに隠れられたの一体？ゲームオーバー。これそのまま引かれて死んじゃったってことね？じゃなくて、ここのタイトル画面のこの観客みたいな人たちがさっきの奴らか。怖かった。さて。何この影。とにかく気づかれないようにしなきゃ。これどうやって頑張って、こう、ちょこちょこしても見つかるんでしょ？はい、見つかったね。とりあえず、あそこの部屋で隠れる場所を探さなきゃいけないのね。オッケー。ここ怖いね。で、近づいてくるって言うけどさ、もし左に向かってったらどうなるんだろうね。ちょっと向かってみる？こっちの方から足音が聞こえてくる。いけないんだ。ちょっと待って。このつの間に、つの間に隠れられるところを探そう。ここか！右下か！右下ね。オッケー。ちょっと画面が暗くてさ、全然見えないのよ。オッケーオッケーオッケー。足音がだんだん近づいてくる。早くどこかに隠れなきゃ。こいつは何なの一体。これは調べられないのね。はい。ここに隠れ、ダメなの？これ、終わった。どこならいいの？とりあえずちょっと全部調べよう。全部調べよう。よし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 。でもね、そうやってバンって、こう逃げるわけじゃないんだったらね、そこまで怖くない。一回目が怖いけど。一回目は怖いけど、はい、こんにちは。これあれだね、探すたびに、ちょっとびっくりする。探すたびにさ、いちいちこの、怖い演出を見なきゃいけないのがさ、怖いね。はい。どこなら隠れられそう？今ちょっと見よう。どっかの壺なら隠れられるのか？それとも？ん？どれなら隠れられるんだ？まだ調べてないの？どれ？これ？違う。無理か。終わった。一体どれなら隠れられるんだ？ちょっと一回模索します。やっといけた！嘘、私調べたつもりで言ったけど、そこなら隠れられたのか。なんで、一箇所しか隠れられるとこないのね。まさかのもう、ひなこちゃん、ダイエットしないと、ホラーゲーム生き残れない説出てるよ。に、あれ、私のこと、探してた。もし見つかってたら、早く帰らなきゃ。いや、怖っ。よかった。
真っ白になりましたね。セーブしに戻ろう。よかった、やっと進んだ。え、もうリアルに5分以上さまよってたよ、私。ほら、多分見ればわかるよ。ほら、あ、そんなことなかった。そっか、何回も死んでるからか。もうリアルにね、5分以上ね、さまよってたよ。え、どこに隠れられるんって。あんたどこなら隠れられるんって。そっか、私ここを調べたつもりだったけど、そっか、調べられてなかったのか。え、こっち行くのね。そっちに行ったのに。え、暗くなった。いやーん。うわ、怖いです。え、あ、やべ。こんな狭いところで見つかったら逃げられない。気をつけて移動しなきゃ。え、あ、なるほど。こっちは、あ、こっち調べられない。なるほど。なるほど、こうね、こうやって。あー、怖い怖い怖い。キモ、よく見るとお前めちゃめちゃキモいじゃないか。口でっか。よし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 、今今今今今、オッケー。うわー、おまー、何匹もいるのね。なるほど。あ、ブーン。はい。え、やば。ちゃー、助けて。あー、これライフの意味ないじゃん、一発で死ぬじゃん。ちょ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 。あー、なるほど。え、さっきのどうしたらよかったんだ。あれ、いけるのかな。ちょ、ん、よくわからん。とりあえず、なるほど。結構えぐいやつが通常状態でいるわけだ。はいはい。きー、怖いね。え、こんな狭いところに見つかったら逃げられないから気をつけて移動しようねって。で、ここは大丈夫なのよ。こうやって隠れられるから。こいつさ、どこまで触ったらアウトなんだろうね。それとも後ろ姿だったら、ってか、後ろに触るんだったら OK なのか。これ、ん？普通だったらあと一歩進んだら多分、ダメなはずなんだよな。あ、いけるのね。あ、そう。大丈夫なのか。ここにもいるかな。あ、いるね。キンモ。なんでこんな目の前にいるのに気づかねえんだよ、お前。ガバガバかよ。なんかもう、何かわからない物体として捉えてればさ、全然怖くないんだよね。よし。ただよーく見ちゃうと気持ち悪いから、ちょっと皆さんもあんま見ない方がいいよ、ちゃんと。あ、あ、よかった。ちょっとまだそっちの奥まであんのかと思ったけど、ここまで隠れといて、そっちに行った瞬間に移動しようか。ほい。よし。オッケー。おお。ここまで来れば大丈夫かな。うわー、もうやだね。あ、この音。やだ。来ないでよ。おう。と、どちら様でございましょうでございましょうか。おやおや、怖がらせてしまったかね。誰、イケメン衆、ブンブン、ブンブンしてる、ビンビンしてる。そう驚きなさんな、お嬢ちゃん。別に私はお前さんを取って食ったりしないよ。
どれ、私が一つ慰めてあげようかね。え、これ女の人？男の人かと思ったんですけど、肩幅的に。助けて、おばあちゃん。おばあちゃん。お腹鳴ってる。今の音、私じゃないよ。おや、今のは私だ。ここ最近何も口にしていなかったからね。お腹空いてるの？え？ああ。この人、いい人なのかな？なるほど。はい。お母さんのおむすび。私にくれるのかい？それじゃ、ありがたくもらっておこうかね。ねえ、あなたは誰なの？さっきの生き物みたいに襲ってこないの？あいつらと一緒にされちゃ困るってもんよ。私は一茶。用があって変国に来てたんだが、ここの物の会が、人の子が来たってうるさくてね。この物、ここの物の家か。物の会が。ここの物の家が人の子が来たってうるさくてね。ここ、変国っていう場所なんだ。じゃあ、一茶さんは人間なの？一茶さん。一茶さんって超言いづらい。どうだと思う？意地が悪いと思う。そんなことより一茶さんなんて呼び方およしよ。呼びにくいだろ、バレてる。私のことは一茶と呼んでくれ。私は森崎ひな子。おや、まあ可愛らしい名前。じゃあおひなだね。ねえ一茶さん、私、元の世界に帰りたいの。帰り道を教えてくれないかな。帰りたいって。おひなは顔に似合わず強欲だね。強欲？そうさね。お前さんが天国にいるってことはだ。ここは天と地獄の間。死後の世に片足突っ込んでるようなもんさ。そっから帰りたいなんて言うんだから、強欲以外の何者でもないだろ？おひなはこっちに来るまでに白い鳥居をくぐってこなかったかい？うん。いいかい？白い鳥居は属性とこっちを、属性で合ってる？区別する結界で、境界線の役割。それでこちらに来たってことは、容易に帰れるもんじゃないさね。ああ、もう。容易に帰れるもんじゃないって分かってたら来なかったよ。だって、左に戻ったら、なんか気持ち悪い、こう、はだけてるおっちゃんがよう追いかけてくるからよ。まあ、方法がないわけじゃない。私が帰り道、案内してあげるよ。ここで会ったのもなんかの縁。それに私も、そっちの方に用があるからね。本当？本当も本当だと思う。その代わり、ちょっこし。おひなの尻を。うわ！思ったより変態ですね、この人ね。おひな、お前さん、体に溜め込んでるそれ、どうしたんだい？それ？ひどい汚れだ。ここにいるもののけよりずっと。これほどの量の汚れを、なんで属性の人間が。いや、なんでもないさ。疲れたろ？ここは安全だから少しお眠りよ。落ち着いてから出発するさね。あ、やっぱこの一茶さんは男なんだね。尻を触りたがるからね。一茶さん、変な人だし、会ったばかりだけど優しい人なのかも。なんだか安心したら眠たくなってきた。うん。ありがとう、一茶さん。
おむすび持ってたね、今ね。あー、綺麗な赤色。着物を着た娘、現れたな、二度目の登場だな。これ私に？いいんですか？いいんですか？こんなた、こうか、ぺ、ぽ。こんな高価そうなもの。高価って読めないのやばいね。いいんですか？こんな高価そうなもの。汚れを。ありがとうございます、時神様。やばい、もう。ダメだ。口が回らないぞ。時神様すら言えなかった。名前、嫌なんですか？そしたら私、次に来る時までに考えておきますよ。とびきり素敵なものを。はい。ほう。寝てるね。おひな。おひな。まったく、この子は寝ぼすけだね。お父さん、あともうちょっとだけ。また夢。あれ、家じゃない。おひな、やっと起きたのかい？イッサさん、ごめんなさい、私寝入っちゃってて。気にしなさんな。でも変国で長いは危険さね。早速出発するよ。どうして長いは危険なの？そのうちわかる。おっと、その前におひな、こっちおいで。いいかい、変国で祠を見つけたら触れておきな。変国の中でも汚れがない祠だからね。これだけ清らかなら、私の力で時を記憶しておけるだろう。時を記憶って、イッサさん、なんだか時神様みたい。時神。うん、私が住んでるめぐる町の神様なの。不幸が起こっても過去に戻って解決してくれるって、幸せを運んでくれるって。そりゃご立派な神だね。とにかく祠に触れておくのを忘れるんじゃないよ。はーい。おひなの大事な命綱だからね。なるほど。あれ、でも私今まで、ん？触ってたね。光に触れてセーブして。じゃあ今日はこれで終わりますかね。ちょっと長くなっちゃったかもしれない。ご視聴ありがとうございました。あー、怖かった。いや、これから多分もっと怖くなるんでしょうけど、でもなんかいいね。イッサさんイケメンな感じするしね。まあ、ちょっと変態だけど、そこがまた可愛いよね。よし、じゃあまた次回お会いしましょう。つっぴよてーん。